ナスカー。ナスカー、ナスカー、ナショナルアソシエーション4、ストックカーオートレイシング、全米自動車競争協会は、アメリカ合衆国で最大のモータースポーツ、統括団体であり、本部は、フロリダ州デートナビーチ、同団体が統括する、ストックカーレースの総称でもある。統括団体としてのナスカーは、1948年にと、 エドオットによって設立された。ナスカーは、かつては四輪市販車をベースに改造を施した車両、ストックカーで行われ、現在は市販車に似せた準レーシングカーを使用するレースであり、主に北米大陸で行われる独自のレースカテゴリーである。カテゴリーは、モンスターエナジーナスカーカップシリーズ2003年までは、ウィンストンカップ2004年から2007年は、 ネクステルカップ2008年から2016年はスプリントカップを頂点とするラミット構造となっているモンスターエナジーカップそしてモンスターエナジーカップの年式落ちの車を使用するエクスフィニティシリーズエクスフィナティシリーズ2008年から2014年はネーションワイドシリーズ2007年まではブッシュシリーズピックアップトラックベースの車で争われる キャンピングワールドトラックシリーズ2008年まではラフツマントラックシリーズの3カテゴリーは三大シリーズ3ラージストシリーズで全米のレース場を転戦しすべてのレースでテレビ中継があるなお三大カップ戦という呼び方がファンジャーナリストの間で定着しているが本来カップ戦というのは頂点の弦モンスターエナジーカップのみに与えられる称号であり英語でも そのような表現は存在しないので誤りである。その下にはリージョナルシリーズ、リージョナルシリーズとしてナスカー K&N プロシリーズ、昔のブッシュシリーズマシンを使用するレギュレーションから始まったレースがイーストシリーズ、東海エリアとウエストシリーズ、西海岸エリアの2つの地域に分かれて開催されており、7月のアイオワスピードウェイと8月のゲートウェイ、 モーターズボルツパークで、イーストシリーズとウエストシリーズのゴーレースが年に2度、開催される。ウィーラン・マダファイドツアー、ウェレン・モディファイドツアーも北シリーズと、南シリーズとして開催されている。またインターナショナルシリーズとして、ピンティ・ S シリーズ、ピンティーズ、ピーク・メキシコシリーズ、ピーク・メキシコそして、ウィーラン・ユーロシリーズ、ウェレン・ユーロまでが、ナスカーリージョナルシリーズとして、 北米外で開催されている。ウィーランオールアメリカンシリーズと呼ばれるカテゴリー、2005年現在は、ディビジョンや I4 の4つに分かれているが、各ディビジョンは同等のものという扱いであり、最も、シリーズポイントを稼いだものが、全体のシリーズチャンピオンとなる、ローカル、レイシングと総称される、各地域ごとのカテゴリー、2005年現在は8、カテゴリーで、構成が存在する。 なお使用される車の細かいレギュレーションはカテゴリーによって異なることが多い。また、ナスカー以外の競技団体、アーカ等が主催するストックカーレースも、その多くが実質的に3大シリーズ戦上のステップアップカテゴリーとして機能している。通常、ナスカーに参戦するドライバーは各地域カテゴリーから徐々にステップアップするのが通例だが、中には、R やチャンプカー、 キューカートなど、フォーミュラカーレースからの転身組も存在す。F1 ドライバーでは、ファンパブロ・モントーヤ、ジャック・ビル・ヌーブ、キミライ・コネン、ナレーン・カーティケアン、ネルソン・ピケ・ジュニア、インディカーからは、ダリオ・フランキッティ、ダニカ・パトリックが有名である。このうちモントーヤは、ネクステル・カップ、ピケ・ジュニアは、トラックシリーズのロードコースで勝利を挙げる成功を収めている。 ナスカーのルーツは20世紀前半、主に広大な平地を有するアメリカ中部以南で行われていたアマチュアの自動車レースである。さらにルーツをたどれば、禁酒法時代に取り締まる、警察車両から逃れる目、速い車を必要とした、当時のならず者に行き着くという説もある。そして直接の発祥となったのは、フロリダ州のデートナビーチにて、互いの腕とマシーンを競い合うため、 各地の実力者たちが集って模様されたストックカーレースであった。やがて競技ルールの平定が求められるようになり、1947年に同地で全米自動車競争協会ナスカーが発足。翌年には早速公式レースが開催され、数日後には同協会の法人化への手続きも完了して、その後は同地域を中心に競技が行われ続けた。 1959年のデートな500発開催に多数の観客が詰めかけ、続く1960年代には極めて局所的ではあるがライブ中継が試みられていた。そして1969年から1970年にかけて競技車両はストックボディ、市販車からパイプフレームへと移った。これによって軽量、高剛性になったことはもちろん、 大きな安全性も得られた。1970年代初頭には、タバコブランドのウィンストンがナスカーの冠無スポンサーへ着き、シリーズも近代的な形へと改変が行われ、またレギュレーションの範囲内で、車体も進化を重ね、よりパワフルなマシンが登場している。そして、そのモンスターマシンを狩るリチャード・ペキたちに、いつしか、アメリカ南部の若者は、夢中取った。 1980年代へ入ってもナスカーはカントリーなイメージを払拭できずにいたが、それでも惹かれたファンたちはデイル・アーンハートラのレースを観客席、あるいはリビングで片図をのみ見守った。その後1989年にはウィンストンカップ前線のテレビ放映が開始、完全に工業の主体がテレビ放映へと移行する。それに伴って、以後は都市部での視聴者拡大に対して、 運営側の強い意識が向けられた。ドライバーたちにも幾度目かの世代交代が起こり、都会っ子ドライバーは伝統的な開催地にてたびたび熱心な親子ファンからブーイングを浴びつつもテレビカメラを通して視聴する者たちの応援を期待しながら走行を続けた。近年は同シリーズにとって目下のライバルであったオープンホイール競技団体の分裂もあり、 最高峰シリーズの看板スポンサーが通信企業スプリントに変わった現代でもナスカーの人気は増傾向である。そして南部を沸かせた英雄の息子はメディアの発達もあり全米の子供たちのアイドルとなってさらには三世代のファンとドライバーたちも登場した。しかし今日では数千万人の視聴者を満足させ続けるレギュレーションが必要不可欠となり二千四年からは ファンの納得できるチャンピオンの誕生とシーズン後半の消化試合をなくす目的でチェス2017年からプレイオフに名称変更が導入されている。また安全面では2001年のデートな500位後、対策が積極的に支援されるようになった。ナスカーはインディカーと同じようにアメリカ独自のレースでありヨーロッパや日本のレースとは大きく異なっている。その主な理由は 多くのサーキットがヨーロピアンスタイルのロードコースではなくアメリカンスタイルの楕円型をしたオーバルトラックであることから来ているロードコースでの開催は年間わずか2レースのみ1周0.5マイル約0 8キロメートルのショートオーバルから2.66マイル約4 3キロメートルのスーパースピードウェイのコースをひたすら超高速で周回するオーバルサーキットの場合 その速度は各マシンのドラフティング効果も相まって時速 300km 以上にも達する世界でも稀に見る超高速レースである。誤解されがちであるがナスカーマシンはマルチメイクである。各メーカーチームごと車両は組み立て開発をするか他チームから購入する。ただしレースの成り立ちがアマチュアによる市販車レースであったためナスカーは 車体製造のコスト高騰を極端に嫌う。そのため高価なチタンやカーボンファイバーの使用を禁止している。競技用四輪車としては非常に重く、レギュレーションによって最低重量は3450ポンド、1 5 6 0ラムと規定されており、そもそも前日のような特殊材料は使う余地がない。これはレースのイコールコンディション化に大きく貢献している。しかし、 ストックカーという名前が付いているものの、それ以外の点の実態については、ワンオフのパイプフレームに金属板を貼り付け市販車を模した外装で、投下類はなく、それに当たる部分はステッカーや塗装で表現、ドアもなく乗り降りは窓から行うなど、市販車とは全く異なるレーシングマシンである。かつて1950年代から1960年代にかけてアメリカ車には、 どの車種にも非常に高出力なエンジンを搭載したスポーツモデルが設定され、頂点のモデルとしてファストバックスタイルのマッスルカーが若者の人気を集めていた時代にはメーカーの反則の意味もあり、市販車ほぼそのままの形態で参戦していたが、より高度なエアロダイナミクスを求めて、 大型の空力孵化物の装着が試みられた1969年から1970年シーズンのと呼ばれる特殊モデルの台頭によりレース速度の高速化と車両価格の高騰が顕著となったことから1971年シーズンからは空力孵化物の制限と取得のための最低販売台数が大幅に引き上げられたため膨大な開発費用がかかる エアロカーはわずか2シーズンで姿を消した。また、同時期に発生した第一次石油危機の影響と自動車排出ガス規制の強化、若者向け自動車保険の懲罰的高騰などにより、1960年代のような言なまりガソリンの使用を前提とするフルパワーエンジンマッスルカーの市販が次第に難しくなった事情なども重なり、その後はパイプフレームに金属製カウルを加装し、 レース専用エンジンを積む、現在のような車体が主流となった。なおタイヤはそれほどでもなく、アルミホイールやマグネシウムホイール等の軽量ホイールを使用せず、スチールホイール、ただし、ナスカー用スチールホイールは、一般のアルミホイールよりも軽に作られているを使用し、なおかつ、レーシングカーによく見られる、センターロックホイールではなく、昔ながらの固結ホイールである。装着を容易にするために、 ナットはあらかじめホイールに接着されている。車検の際には、テンプレートを使用して、空力チェックを行うユニークな場面が見られる。これはかつてスモーキーアニック、1923年5月25日から2001年5月9日、という規定違反すれすれの行為を繰り返していた悪名、高いエンジニアが、他のマシンより、空力的に勝る一回り小さいマシンを走らせ、 失格となったというエピソードから始まっている。各車両ごとに決められたテンプレートを当てがうことにより、空力的な違反がないか細かくチェックされる。エンジンは近年では、珍しい存在となりつつあるオフを使用している。しかし、358立方インチ、約 5866cc のオフエンジンは、軽く1万 rpm 近くまで回り、 840馬力以上を絞り出す。これは DOHC エンジンを2万 rpm 近くまで回したなエンジン時代の F1 エンジンと同様に最先端の技術によって作られたレーシングエンジンであることを伺い知るとができる。ギアボックスは4足 MT が組み合わされ、コースごとにギアレシオの変更を行う。供給は GM、フォードに加え2000年代に入って トヨタが積極的な参入姿勢を示しており、2001年からセリカで買いカテゴリーへの参入を開始したのを皮切りに、このセリカはナスカーマシンデルにもかかわらず DOHC エンジン、搭載者である2004年からはクラフツマントラックシリーズにパンドラで参戦している。タンドラについては本来4カム OHC の V 型エンジンをわざわざオフに改造して参戦している。 また2007年からはカムリで、スプリントカップシリーズ、ネーションワイドシリーズの両シリーズに参戦している。また2011年までは燃料供給にキャブレターを使用していたが、環境保護アピール等の要因から、スプリントカップシリーズでは2012年より、フリースケールセミコンダクタとマクラーレンエクトロニックシステムズ、 F1 のマクラーレンの関連会社が開発した電子制御式の燃料噴射装置が導入された。ただしレース中にエンジンマッピングを書き換えるような行為は禁止されており、ドライバーの腕による燃費制御等の余地を残している。2012年まではベイビックスリーの一角であるクライスラーもダッチブランドで供給を行ってきたが、有力チームのペンスキーを同年限りで失うなど、 近年勢力の衰退が著しく、結果的に同年限りで、スプリントカップシリーズ及びネーションワイドシリーズから撤退することになった。現在では、オーバルコースの外側に、トラックによっては内側にも干渉体が設置されている。デイル・アーンハートの2001年のデートナ500での死亡事故の後には、ハンスの着用も義務付けられた。さらに2007年からは、カーオブ・トゥモロー。 コットと呼ばれる新型車がスプリントカップシリーズにおいて採用され、2008年より全面以降、より安全性が強化された。平均時速が高いコース、デートナ、タラゲガの2カ所でレースが行われる場合、リストリクタープレートが装着される。これによって馬力は500馬力前後、レブリミットは 7000rpm 程度までに落ちる。 屋根にルーフフラップという空力ブレーキの設置が義務付けられている。これはスピンの際にはね上げる小型の板で、この板が屋根から立つことにより、車体情報の空気の流れを乱流にして、揚力を小さくさせ、車体が浮き上がらないようにすることで、転倒やそれ以上の大事故となることを防ぐものである。過去から現在まで、トヨタがほぼ唯一日本メーカーとして参戦している。 トヨタは2000年に V6 エンジンのセリカでグッディーズダッシュシリーズからナスカーデビューし2003年にドライバーズタイトルを獲得2004年に日本メーカーとして初めて3大シリーズ戦の一つクラフツマントラックシリーズにタンドラでステップアップし2006年には初のドライバーズマニファクチャラーズタイトルを獲得した移行動シリーズでは2016年までの11年間に 全ーから中最多の9度のマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。2007年からは最高峰のネクステルカップシリーズ、加えてネーションワイドシリーズにもカムリで参戦を開始。ネーションワイドシリーズでは2009年にドライバー、マニュファクチャラーズ、そして最高峰のスプリントカップシリーズでは2015年にドライバーズチャンピオン、カイルブッシュ。 2016年にマニュファクチャラーズタイトルを獲得している。2016年は、デートナ500優勝、デニー・ハムリン、エクスフィニティシリーズ及びキャンピングワールドトラックシリーズのマニュファクチャラーズタイトルも勝ち取ったため、3大シリーズ同年制覇の快挙を達成した。なおカイルブッシュのナスカー史上初の2度の同一週末での3、大シリーズ制覇は全てトヨタ社によって成し遂げられている。 また、2016年にマーティントゥルーエクス・ジュニアが、コカ・コーラ600で全400周中392周、588マイルに、渡って、ラップリードを記録して勝利した時のマシンも、トヨタカムリであった。日本人としては、過去に、鈴木誠一が1969年、昭和44年から1971年、昭和46年にかけて、 スポット参戦ながらもナスカーグランドアメリカンシリーズのデートナ戦に3年連続で参戦。1995年、平成7年には、桃田武がナスカースパートラックシリーズ、現、キャンピングワールドトラックシリーズのシリーズ発足年に、フェニックスで一戦参戦している。2000年、平成12年には、小型クアサがナスカーウィークリーレイシングシリーズに参戦。 シリーズ参戦選手の中で最もアグレッシブだったドライバーに与えられるハードチャージャーアワードを受賞している。2002年平成14年からナスカー K&N プロシリーズウエストに参戦し、2017年よりフルシーズン参戦をしている。2002年平成14年には福山秀夫がウィンストンカップ現モンスターエナジーカップシリーズにドーバー戦でデビューし、 翌く2003年、平成15年には、ラスラスベガス、ソノマ戦で、決勝進出し、日本人として、K4 戦のナスカーカップシリーズレースキャリアを持っている。現在は2003年、平成15年からに参戦を開始した、小形明則が、ナスカー K&N プロシリーズイーストの経験を経て、2014年、平成26年から、キャンピングワールドトラックシリーズに、 スポット参戦している。また2017年から欧州で開催されるナスカー・ウィレミ・ユーロシリーズに三浦竹光がカムリで参戦している。クラフツマントラックシリーズなどにドライバーとして参戦していたハットリ・シゲル賞が2008年からエイハットリ・レーシング・エンタープライズを組織してチームとして参戦。2009年にはトヨタと 日本政府観光局がスポンサーになってキャンピングワールドトラックシリーズにスポット参戦。会場でのカー人気ランキングとカード、売上ランキングともに1位を取った。その後エイチャーリーは会シリーズでチャンピオンを取った後、2017年からキャンピングワールドトラックシリーズにフル参戦。翌年に初優勝を挙げると、同年ドライバーズチャンピオンを獲得した。 1996年、1997年に、鈴鹿サーキット東側コース、1998年に、ツインリンクモテギのオーバルコースで、エキシビション戦の、ナスカーサンダースペシャル、1999年に、ツインリンクモテギのオーバルで、ナスカーウィンストンウエストシリーズ、ナスカー K&N プロシリーズの全身コカ・コーラ500が開催された。ジェフ・ゴードンや、デイル・アーンハート、 ダレル・ウォルトリップ、デール・ジャレットといったスーパースターが来日したほか、日本からも、土屋圭一、オリド・マナブ、福山秀夫、中谷昭彦、脇田一揆、中地元博が参戦した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。